花の生物っていうことでいうと十七世紀オランダの場合はねあのともかくいろんな花を忠実に描きなさいと勝手に色を変えるんだと十七世紀オランダの画家というのはねそこはあの植物学者顔負けの正確さできちんと描くとその代わり植物図鑑のイラストレーションではないのでただ正確に描けばいいっていうもんではないとつまり例えとしての構図ですよねまとまりとかあの花のこう位置とかだから生け花と一緒ですよ。 でそういう点できちんと芸術的にこうちゃんと配置されているかどうかとそれから色もね性格についてあるかとえというふうなことがあるわけでしてで当時の花の絵というのはあの絵の好きな人も買いましたけどもねあるいは描かせたけどもそれだけじゃなくて花の愛好家ねいわゆる園芸家ガーデニングのそれは彼らは花にうるさいわけですよ花っていうのはどんどん散っしおれて散っていきますよね本物の花は。だけど絵の中の花はしおれないわけですよ枯れないわけですね。で 実際にその自分の花像で見られないあるいは花瓶の中の花が枯れた後もですねその絵の中の花を楽しめるとだからそういう人も結構ね注文してるんです花の絵をね。で従ってそういう人は皆さんうるさがただから花に関してはもう専門家顔負けだからだから画家の方も花のことはよく勉強していた。で絵によってはですねあの四季の花をね 春夏秋冬の花を一つを紙の中に入れちゃうと、ありえないことなんですよ。普通はね。だけども、それはあの絵を頼む方、買う方の人は歓迎なんですよ。花が見られない時にね、絵の中で見られると。そういう時代だったんで。だから、その花を実際描く画家というのも、その植物学者川上くん専門的な知識。見る目、それから、それを、せい、さ、あの葉脈。 葉っぱの一、ね、一枚一枚までこう再現する技術、まあそういったものを持ったわけですよねその辺は、ね、近代の画家というのはそこまでその細かい正確な描写にこだわらないから、あのー、もっと主観的に描く、ね、自分の,の好きな絵を描くんでだからちょっとオランダの絵とは違いますけれども、ね、ただゴッホの絵はもちろんそうです近代の絵だからそこまでは描きませんけれどもただまあ,あのその花の持っている生命感とかね美しさとか一方で儚さとか。 やがて破裂し消えていくと、まあそういう両方の面を僕はその過去のね花の根から受け継いでると思いますけどね。